打てない警官は安藤ノアによる推理小説。柴崎霊氏を主人公とした警察小説。1話完結型の連作短編集となっており、打てない警官には7編が収められている。作品はシリーズ化されており、打てない警官シリーズの第1作目。2010年、この本に収められた随感で日本推理作家協会賞を受賞した。 ワウワウ連続ドラマ W 打てない警官としてテレビドラマ化され2016年1月より放映された。柴崎霊氏は30代という若さで警部になったエリート街道を進む警視庁に勤める警察官。警視庁総務部で係長を務めつつさらなる出世を腰たん,たんと狙っていた。ある日、課長の中田警視から柴崎のもとに 部下の木戸和彦巡査部長を射撃訓練に参加させる旨の指示が入り、木戸を訓練に向かわせた。しかし鬱病を患っていた木戸は射撃訓練の直後にトイレで拳銃自殺してしまった。上司からの指示によって柴崎は許可を出したはずだったが、その証拠は何者かに消し去られていた。柴崎は一人で責任を背負わされ、 綾瀬署刑務課長代理に左遷されることとなってしまった。柴崎は身の潔白を証明するために独自で調査を進めるが、そこで施設課の石岡と出会う。綾瀬署不人の直前、ついに事件の真実に気づいた柴崎だが自分にも火がないわけではないために、左遷の決定は覆らないとへそう噛む。しかし柴崎はいつか本庁に復帰することを心に、誓い石岡に、 その協力を約束させる。綾瀬署に赴任すると、柴崎は刑務課課長代理に任じられた。本庁復帰のための裏工作に執念を燃やす一方、柴崎は綾瀬署内で様々なトラブルに巻き込まれていく。柴崎は上司である助川副署長と共に、トラブル解決のために奔走し始める。時には事件をもみ消し、時には告発し、時にはことを収める。 警察管理職の引きこもごものエピソード集。打てない警官は、安藤ノアによる同名の推理小説を原作とした、テレビドラマ。テレビドラマ化にあたっては一部設定が変更されている。2016年1月10日から2016年2月7日まで、ワウワウ、連続ドラマ W 枠で放送された。主演は、田辺誠一。共演は、石黒剣、中越の子ほか、 監督は映画、西の魔女が死んだ、8月のクリスマスなどを手掛けた、長崎春一が務め、劇中音楽は、天ちゃんなどを手掛けた、大友義秀が担当する。ありがとうございます。